「シギンチャンネル」。 おはようございますこんばんばはシギンチャンネルのヘイヘイですこのチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や銀字方について分かりやすくザックバラにお話ししていくチャンネルです、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、私は、えー、昨日で、えーまああのー、仕事がとりあえずラストですね、えー、終わってそこから、えー、今日からですね、えー、半年間の育休に入るという節目になっております まあ、あの、だいぶドタバタしながら奥さんが、ああ、ようやく家の方に戻ってきてですね、えー、うちの娘も、えー、初めての、家で、えー、これから一夜を過ごすことになるんですけど、いや、どう、どうなるやら。<laughs> まあ、そうですね、えー、早速若干奥さんとなんか言い合いしながらも、ただまあ、奥さんも完全睡眠不足なんでですね、えー、なんとか、ちゃんと、えー、自分がしっかりサポートしながら頑張りたいと思います。 さて、えー、今日の本題ですけれども、えー、そうですね今日お話しする内容は間延び間延びした銀を防ぐ3つのコツまあみたいなそんな内容ですかねまあ死銀を間延びさせない、えー、3つのコツそんな感じでお話ししていきたいと思いますまあですねあの結構これは死、えー、銀を教えていてあるあるの話なんですけれども結構あの死銀が あ銀がですね、間延びしているということがあります。えー、まあ先生からも指摘されることはあるんじゃないかなと思います。えー、なんかあの、まどろっこしい、んー、えー、かったるいというか、えー、ずっと、なんというか、伸びきったようなというか。<laughs> え、語彙力がなかなかないんですけれども、えー、ま、間延びした銀というのはですね、えー、メリハリがないというふうに言い換えることもできます。そして、そういう銀はですね、得てして、聞いている人にとって、えー、だんだんあの、飽きてくるということがあるんですね。なので、最後までしっかり聞いてくれないという悲しいことにもなりますので、えー、そうならないために、えー、間延びした銀を防ぐための3つのコツを今日お話ししていきたいと思います。 そうですね、えー、まず1つ目、えー、1つ目は、まあ、結論から言いますと1つ目は、えー、まあ言葉運びをテンポよく進めていくということそして2つ目は、えー、聞かせるところは1箇所だけ、えー、これまあ詳細あとで話します。そして3つ目、えー 節回しの最後は伸ばさないといとうことですねこれでお話ししていきたいと思いますまず一つ目ですね、えー、言葉運びはテンポよくということなんですけれども、まあ、間延びした銀のよくある特徴としてですねとにかく、えー、言葉運びが遅い っていうことがありますね。文星、粛祝。え、まあ、こういう感じにしないといけないところなんですけれども。文星、祝祝。え、まあ、こういう感じになるんですよ。えー、これはですね、まあ、あの、表現をわかりやすく言うと、あの、小学生とかが挨拶するような感じですね。先生、さようなら。 ななならみたいいいそういう言葉になってしままます、えーまあ、あの本当に始めたての頃はですね、えー、音程とかアクセントとか丁寧にするために、えー、こういうふうにやっていくのはいいんですけれどもまあそれはあくまで本当の初期の段階でですねできればやはり、えー、自然に。えー 言葉が相手に伝わるテンポで、と言いますか。えー、まあ、早ければ早いほどいいというわけではもちろんないんですけれども、えー、まあ、常識の範囲内、良識の範囲内、えー、程よく聞ける範囲内、えー、そういうことを意識してですね、えー、言葉のテンポを気をつけてみてください。まあ、これはまあ、簡単に直せるかなと思います。そして、二つ目ですね。えー、二つ目。 聞かせるところは一箇所だけ。これどういう意味かと言いますと、えー、節回しの話になります。節回し。まあ、あの、死銀においては節回しは、あの、とにかくいろんなところに必ず出てくるんですけれども、例えば、えー、まあ、出だしのところですね。分水えー、えー シュクシュク、こっちで行きましょう。シュクシュク、シュクシュクと、こういう、この、この節回しがあるわけなんですけれども、こういう長い節回しにおいてもですね、えー お客さんに聞かせたいところを一箇所だけに絞るという話です。これどういうことかというと、今の場合、私の場合はですね、シュクシュク、うここですね、この下がったところ、ここで聞かせるようにしています。シュクシュク、これどういう構造かというと、シュクシュク、 うーの、この最初の音はですね、もうサクッと、短くですね、すぐ落ちるようにしています。そして、一番聞かせたいところは、たっぷり、たっぷり聞かせるんですよ。シュクシュク、うー。で、ここでたっぷり伸ばして、最後、ちょんちょんちょんと揺らして止めるえ。この揺らして止めるのところは、伸ばさないんですね。シュクシュク、うー。 こんな風にやると、すごく間延びした銀になってしまいます。えー、なので、えー、まあ、これ、大百合においても一緒ですね。えー、まず、普通の、まあ、通常のメリハリのある銀をやろうとすると、夜、川をえー、こんな大りになるんですけれども、これをですね、えー、まあ、僕の場合は、川を え、まあ、この場合、おおえー、この、このあたりですね。ちょっと2箇所になってしまってるかな。え <laughs> へおおこの勢いよく上がるところを聞かせたいんですね。なので、それ以外のところは、えー、まあ、できるだけ伸ばさないようにするということです。えー、これ全部を伸ばすようにするとどうなるかというとですね、こんな感じですね。かー まあ、こんなに息は伸びるかという話にもなるんですけれども、えー、まあ、どこを聞かせたいのかわからないんですね。えー、特にこういう動きが激しいところであればあるほど、えー、この大揺りの中でどこを聞かせたいのか。じゃあ、聞かせたいところ以外は、あもうサクッとテンポよく終わらせるということですね。えー、その聞かせたいところを一箇所絞る。そうすることで、伸びした銀がまあ減らせるかなと思います。えー、そして三つ目ですね。三つ目。 え、これはですね、えー、ま、これも結構あるあるなんですけれども、えー、一番最後、えー、節回しの最後は伸ばさない、なんですね。えー、これはまあ、あの、先ほどのところも一緒なんですけれども、大揺りの場合ですと、こうですね。一番最後、川を、えーえー、お、お、たらたららんらん、ちゃ、っていう感じですね。えー クッと最後に、えー、落ちたところで、もうすぐ止めるという感じですね。これを伸ばすとどうなるかというと、川を渡るという風に入っていきます。えー、これはですね、結構、えー、この間伸びする。 えー、悪影響としては一番甚大なあ効果がありますまあ悪い影響がありますね、えー、なぜかというとこの節回しの一番最後をたっぷりにしてしまうとですね、えー、次の言葉に入れなくなるんですね次の言葉が完全に分離してしまうということになりますそうなると、えー、もう言葉と言葉が、まあ、分かれてしまうので何、えー、て言うかな ま意味が通じなくなりますしテンポも確実に悪くなってしまう、えー、ということですねであと呼吸もつながらなくなるということでなかなか本当に良、えー、くないんですよなので、えー、ただやるべき対策はとてもシンプル、えー、この節回しの一番最後をもう伸ばさずに止めるということですこれは大揺りに限らずいろんなところにおいても一緒ですえー、まああのちょっと早送りで言うと指もを 電線、ここですね。祝祝、ここもです。夜川を、ここもですね。渡る、ここもです。先輩の、ま、ここはいいですね。おー、暁に見る、 ここもですね。タイガーここもです。用するを、まあ、ここはいいですね。というところで、つまり、あの、節の、えー、まあ、あの、銀において、だいたい、まあ、7割、8割ぐらいは、もう、この、えー、止めるところが、とても必要になってくる。えー、揺らした後は止めないとか。 降りた後はさっさとと止めるとかですね、えー、あ揺らした後はすぐ止める、えー、降りた後もすぐ止める、えー、こういうふうに、えー、この最後のところ節回しの最後のところをお早めに止めるということをしておけば次の四文がですね、えー、スムーズに入ってきて、えー、間延びしないような銀にすることができるかなと思います。 ということで、えー、今日は、えー、まあ銀を間延びさせないための3つのコツとしてみ、えー、お話しさせていただきました1つ目はまあ言葉をテンポよく話すとそして2つ目はあこの節回しにおいて聞かせるところは1箇所だけ、えー、そして3つ目はですね、えー、節回しの最後は伸ばさずすぐ止めるということです、えー、どれもまあ意識すればなかなかすぐできるかなと思いますんで、えー、自分の銀を録音して聞いてみてそうなっていないか確認してみてください さて後半一つ銀じていきたいと思いますまあ昨日はですね実質職場が最後みたいな雰囲気だったんでお別れに関する詩文ですねええお別れの時に今あの有名な詩だそうですえこれ「雪流を聞く」えんだっけな「春夜落城に笛を聴く」ええ「白」ですねえこの詩の中にも「雪流 節流を聞くですねっていうあの詩文が中に入ってくるんですなので僕はそっちの方がよくしていてえその元になるのがこの「雪洋流」の詩文ですねえ何て言うかなこの柳を柳を。 それが別れを惜しんでいるかのように、えー、あ、ダメだ。<laughs> 今日は <laughs>、まあいいや、えー、新聞をとりあえず、えー、雰囲気、聞きながら雰囲気を感じ取ってください。僕も、早めに家に戻らないと、今、奥さんが一人で見ているんで、ささっと気にささっと帰りたいと思います。では、えー、お聞きください。虚あ、違うだ。雪陽流、よう、巨源。 水平の余裕菊人の糸馬をとどめ

でしたでしょうかちょっと愛愛よしむの方は失敗しましたけど申し訳ないです <laughs> ただこれやっぱり、うん、なんか銀字ながらですね、えー、なんか別れの寂しさあー悲しさでも春風ですね春風があ吹いているというこの程よい感じですね、えー、それがなんか感じ取れて、えー 美しい別れのシーンなんじゃないかなというふうに感じました。あー、ではでは引き続き、えー、まあリクエストや感想などいただければ嬉しいです。えー、とにかく僕もこれから育児完全にしながら、なんで、えー、なんとか、なんとか毎日、え更新できるようにほどほどに頑張っていきたいと思います。ではでは詩吟の魅力を発信するシーンチャンネルどうもありがとうございました。バイバイ